ウォルトガルのアベイロ、グアルダ間を走る A25 の E80 指定区間フランス南西部を走るオートルート64イタリアのサルザーナ付近、セルビア国境に近いブルガリアのドラゴマンを走る E80 ソフィアにある E80 の2カ国語標識 E80 区間の一部であるファーティフスルタンメフメト教のパノラマ風景 E80 号線、または欧州横断自動車道は 東欧と西欧を結ぶ欧州自動車道路の A クラス幹線道路。ポルトガルのリスボンから途中に8カ国を経由して、イランとの国境に面するトルコのギュルブラクまで伸びている。全長は約5700キロメートル。クロアチアのドゥブロブニクからコスボのプリシュティナまでは E65 と重複する。ブルガリアトルコ国境から終点のトルコイラン国境まで。 アジアハイウェイの1号線と重複している。アジアハイウェイ1号線は、日本の東京を起点とし、アジアの東部及び南部を横断し、ブルガリアトルコ国境を終点とする路線である。モンテネグロコスボセルビアトルコイランの欧州自動車道 E80 号線は、アジアハイウェイ1号線にも指定されている。r 一は、アジア南部を横断して、日本の東京に至る路線である。 ありがとうございます。